イリオモテヤマネコ、プリオナイルルスベンガレンシスイリオモテンシスは、ネコ科ベンガルヤマネコ属に分類される、ベンガルヤマネコの亜種である。1965年、八重山列島の西表島で発見された。20世紀に入って発見された、中型以上の哺乳類は稀有であり、また当初は、猫類でも原始的な形質を有する、新属、新種と発表されたこともあってその初は大きく取り上げられた。しかし、現在は遺伝情報の分析により、独立種ではなく、アジア東部に生息するベンガルヤマネコの亜種に分類されている、ベンガルヤマネコに似ていること自体は、当初から指摘されていた。国の特別天然記念物。日本、西表島の固有亜種。西表島は、面積が290平方キロメートルほどで、これはヤマネコの住む島としては、またヤマネコの生息域としても世界最小。分布域内では、主に標高200メートル以下にあるスダジーアカシからなる亜熱帯もしくは暖帯の森林に生息する。河川の周辺や低湿原、林園などを好む。体長はオス55から60センチメートル、メス50から55センチメートル、体重はオスで 3.5 から5キログラム、メスで3から 3.5 キログラムとオスの方がメスよりやや大きい。尾は先端まで太く、お長は23から24センチメートル。胴が長く、四肢は太く短い。全身の地色は暗灰色や淡褐色で、腹部や四肢の内側はより淡く、顎は白色である。頭部の暗褐色のブーチは頬に左右に2本ずつあり、他のベンガルヤマネコのように額から背面にかけて5から7本の縞肩木が入るが、他のベンガルヤマネコとは違い肩の手前で途切れる。体側面には暗褐色の斑点、胸部には不規則に3から4本の帯模様が入る。尾全体は暗褐色であり、尾背面には不規則に暗褐色の斑点が入るが、尾腹面に斑紋が入らず、先端は暗色である。耳介の先端は丸く黒色の毛で縁取られ、先端の体毛は棒状に伸長しない。また、成獣の耳の背面は白濁色の虎耳状斑と呼ばれる斑紋がある。この虎耳状斑は他のベンガルヤマネコは幼獣の時から小さな白濁したブチがあり、成長するにつれ白色になるが、西表ヤマネコは幼獣にはこの虎耳状斑はなく、成長しても白色にはならない。虹彩は淡い琥珀色である。粉炭の体毛で覆われない板状の皮膚、鼻鏡は淡赤褐色をしており、大型で鼻面も太い。肉球の幅は家猫の24から30ミリメートルより大きく、29から37ミリメートルである。頭骨は家猫に比べて細長いが、他のベンガルヤマネコとは大きな違いはない。しかし、他のベンガルヤマネコよりも頭骨が厚く、その分脳の容量も小さく、脳の重量は他のベンガルヤマネコのオスの42グラムに対して、西表ヤマネコのオスは30グラムと小型である。後頭骨の突起と長方が接しない。下顎の縫合部が短い。歯列は、門歯が上下6本、犬歯が上下2本。小臼歯が上下4本、大臼歯が上下2本の計28本で、ヤマネコなどの猫類より、上顎前薄歯が一対少ない。亜熱帯に生息する哺乳類には珍しく、歯に年輪ができることが確認され、これにより、年齢別での行動分析などができるようになると期待されている。臭腺、肛門腺は、他のベンガルヤマネコを含む他の猫類は、肛門内にあるのに対し、西表ヤマネコは肛門を取り囲むように存在する。遺伝的な差異がわずかであるにもかかわらず、このように形態的な差異が大きいことから、発見当時は新属新種とされた。1967年の学会発表時には、西表ヤマネコは、食肉目猫科の新属西表ヤマネコ属の一属一種とされた。今泉は、世界のヤマネコの中でも特に原始的な特徴を、形態に残すものと指摘、その点から約1000万年前の中新世から、約300万年前の先新世前期に出現した、化石群、メタイルルス属と、近縁な原始的な特徴を残した種であるとした。そういった観点から、イリオモテヤマネコの祖先は、約300万年前に、大陸から、イリオモテ島などに分布域を広げたとした。一方で、他の専門家からはそれほど特殊なものではないとの見方が、当初から強か。それでも、形態的差異の大きさから、遺伝子解析の技術が確立されるまでは、独立種と考えられていた。遺伝子解析による分子系統学の研究からは、独立種ではなくベンガルヤマネコの亜種とされている。核型や核内のリボソーム RNA の制限酵素、断片長、ミトコンドリア DNA 内の 12S リボソーム RNA 及びチトクロム B の分子系統学的解析は、ベンガルヤマネコと一致あるいはほぼ一致し、非常に近縁、猫型種における種内変異あるいは個体変異の範疇と推定されている。チトクロム B の塩基置換速度及び多様度から、ベンガルヤマネコの他亜種とは18から20万年前に分化したと推定され、海洋地質学でも2万から24万年前には、琉球諸島及び大陸間に断続的な陸橋があった推定されていることから、この時期に侵入したと推定されている。本亜種内の遺伝的多様性は、乏しいと推定されている。さらにベンガルヤマネコ全体の遺伝的多様性を評価し12亜種を4亜種に整理するべきとする提案が2017年になされ、そこではイリオモテヤマネコはツシマヤマネコと同じにまとめられている。これに基づき、レッドリストの作成にあたる国際自然保護連合種保存委員会の専門家委員会は、イリオモテヤマネコを暫定的にのシノニムとしている。夜行性で、特に白明白母時に活動する。昼間は木道や岩穴などで休む。1から7平方キロメートルの行動圏内で生活する。行動圏内にある石や切り株、藪などに糞尿をかけて縄張りを主張する。地表性だが、樹上に登ったり、水に入ったり、潜水することもある。食性は動物食で、哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、甲殻類などを日に400から600グラムを捕食する。他のヤマネコ類はネズミ類やウサギなどの小型哺乳類が主要な餌であるのに対し、イリオモテ島にはネズミ類やウサギなどの小型哺乳類が元来生息していない上に、イリオモテヤマネコと競合するような肉食哺乳類が他には生息しておらず、生息環境や餌資源などの住み分けが必要ない目に、様々な生物を幅広く餌としている。哺乳類ではクマネズミ、クビワオオコウモリ、琉球イノシシの幼獣などを、鳥類ではカルガモ、オオクイナ、コノハズク、シロハラクイナ、爬虫類ではヘビ類やキシノウエトカゲ、両生類ではサキシマヌマガエルなどを、その他、マダラコオロギ、カニなどを食べる。つぐみより大きい鳥を捕食する際、他の猫類は羽毛をむしって食べるが、イリオモテヤマネコは大きな鳥類でも羽毛をむしらず丸ごと食べる。他の多くの猫類のように脊髄を破壊して獲物をすぐに仕留めることはせず、動かなくなるまでくわえ続ける。狩り場の中心は湿地や水辺であり、水に入って泳いだり潜水して水鳥や魚、テナガエビ類などを捕らえることもある。糞分析の結果では、食料の中で出現率が多いのは、鳥類が約 60%、クマネズミが約 30%、昆虫類が約 30% などであり、トカゲ類やカエル類は15から 20% 程度で、クビワオオコウモリの出現率は3から 17%、琉球イノシシなどの出現率は 1% 弱ほどである。その他の魚類や甲殻類の出現率は3から 4% 程度である。推定重量に対する出現率が多いのは水鳥類であり、年間を通して 60% 前後、次いでクマネズミが年間を通して10から 30% ほどを占める。食性には季節による変化も見られ、クマネズミやカエル類は年間を通して捕食され、春から夏にかけてはトカゲ類、秋から冬にかけてはマダラコオロギやクビワオオコウモリが多くなる傾向にある。普段は夜行性もしくは白明白母性であるが、繁殖期には日中も活動するようになる。繁殖期以外は単独で行動するが、繁殖期中の交尾期になるとつがいで行動するようになる。繁殖期は12月から3月にかけてであり、メスは繁殖期中に発情を何回か繰り返すが、発情のピークは1から2月頃である。2月下旬になると2週間程度の絶食期があり、その間はメスの発情が特にピークを迎え、オスとメスは常時行動を共にするようになり、この間に妊娠をすると考えられている。繁殖形態は、胎生で4から6月に気道や洞窟などで1回に1から3匹の幼獣を産む。この出産や育児用の気道は風通しが良く乾燥した場所が選ばれる。生まれた子供は約11ヶ月の間、メスに育てられる。幼獣は秋から冬にかけて独立し始めるが、数ヶ月から最大で数年の間、母親の行動圏にとどまる。生後20ヶ月で性成熟する。イリオモテヤマネコの行動圏の面積は、季節的な変化や個体差、地域差は見られるものの繁殖期には行動圏が狭くなり、平均的な行動圏は、オスで 1.5 から 4.9 平方キロメートル、メスで 0.85 から 2.75 平方キロメートルである。この行動圏は、他の個体の侵入を許さないことから、縄張りとほぼ同一と考えられている。オスとメスの行動圏は重複しており、オスの行動圏内に1から2匹のメスが生息している。通常は同じ性同士の行動圏は大きくは重複しないが、一部重複していることがある。この行動圏の重なりが占める場所は狩り場となる場所が大きい。この行動圏内を狩りやマーキングをしながら3から4日間かけて巡回していると考えられている。若いオスや一部のオスは行動圏を持たず、島内を放浪しながら縄張りが開くのを待ち、定住しているオスがいない場所を見つけると、そこを縄張りとする。メスは幼獣を自分の縄張りに残し、次の繁殖期を迎えると新しく縄張りを形成する。野生下での寿命は推定で7から8年、飼育下の寿命は8から9年である。しかし今泉は、交通事故死や罠などによる人為的な影響を考え合わせると、4から5歳であるかもしれないとしている。1979年6月14日に親猫とはぐれて生後約5週年で保護されたオスの個体、K太は沖縄こどもの国動物園で飼育され、老衰で死ぬまで13年間生き、推定年齢は13年2ヶ月とされる。国立科学博物館で飼育されたメスの個体の年齢は推定で9歳7ヶ月と見られる。1996年8月6日に交通事故に遭い保護されたオスの個体4は環境省西表野生生物保護センターで飼育期間最長となる14年8ヶ月飼育され、推定年齢は最高齢となる15歳1ヶ月と見られる。西表ヤマネコの発見は1965年の戸川幸雄、記載は1967年に当時の国立科学博物館動物部長であった今泉義則による。西表島に野生猫がいることは以前から現地では知られており、ヤママヤー、山にいる猫、ヤマピカリャー、山で光るもの、メーピスカリャー、目がピカッと光るものなど呼称して、ピンギマヤーと呼ぶ野良猫や、単にマヤーやあるいはマヤグワーと呼ぶ飼い猫とは区別していた。一方で、飼い猫が野生化したの猫ではないかとも考えられていた。沖縄がアメリカの占領下にあった頃にアメリカの大学による総合調査が行われたが、その時も西表ヤマネコの発見には至らなかった。1962年にこれらの情報をもとに琉球大学の高良哲夫が幼獣を捕獲したが、成獣の標本は入手できなかった。1964年には早稲田大学探検部の高野時夫が、ヤマネコが生息しているという噂を今泉らにつてた。沖縄の本土復帰に先立つ1965年2月、八重山を訪れることになった動物文学作家の戸川幸雄が、那覇市で琉球新報の記者から、西表島ではヤマネコがいるという噂があることを聞いた。戸川はこれをよくある、ヤマイヌ、日本狼八犬団のようなものであり、飼い猫が野生化したものであると考えたが、知人であったコーラに相談したところ、彼はその噂を知っており、しかも一定の信頼性が感じられることを説明した上で、戸川に証拠集めを依頼した。戸川は当時担当していた記事の取材を兼ね、西表島に渡り、山猫の情報の入手や、標本の収集に奔走した。しかし、西表島では、食料不足のため捕獲された山猫は焼いて、汁にして食べるか、捨てていたために、山猫の標本の入手は容易ではなかった。その後、島の西部にある、網取部落を訪れた際に、コーラに指示していた、中学校の教師が、イノシシ用の罠で捕獲された山猫の死体を入手し、皮をコーラに送り、その他は埋めたことを聞きつけ、戸川らはこれを掘り起こし、頭骨を入手した。また、網取部落付近で手に入れた2個の糞を発見している。同時に、浦内川沿いにある稲葉部落の漁師が皮を保管しており、これも手に入れた。この3つの標本を手に再び、琉球大学のコーラの元を訪れ、網取部落の中学校教師がコーラに送った山猫の皮入手し、これらの標本を国立科学博物館の今泉の元に送り、日本哺乳動物学会に鑑定を依頼した。1965年3月14日に日本哺乳動物学会において、これらの標本の鑑定がなされた。鑑定の結果、新種もしくは新亜種らしいということにはなったが、標本が足りなく、完全な標本もしくは生体の入手が求められた。この発表の後も哺乳動物学会員の中には単なる奇形であるか、もしくは過去に船乗りが海外産の山猫を西表島に放したものであると考える者もいた。1965年6月に戸川は生体情報の収集や完全な標本の入手、生け捕りを目標とし、再びコーラと共に、西表島を訪れた。この時に、戸川らは、生け捕りをするために、箱罠やマタタビを持ち込んでい。しかし、漁師によって捕らえられるのは多くて、年に、1、2頭であったことや、生息個体数が、さほど多くはないと推定していたため、戸川は山猫を生け捕りできることには期待はしていなかった。これに先立つ1965年5月5日に、島南部の灰御殿の浜にある、通称、バーレーと呼ばれる小さな滝の下で遠足に来ていた大原中学校の生徒が怪我をして弱っているオスを発見し、引率の教諭が捕獲した。別の教諭がこの個体の皮をホルマリン標本に頭骨や骨格を木箱に入れ学校の裏に埋め、後に戸川らにより掘り起こされ、この個体が西表山猫のタイプ標本となった。その後も、湯布島で砕けた幼獣の頭骨を手に入れ、今泉により復元されている。また、戸川は、この調査時に、西表山猫よりも大きい大山猫、口述の噂を聞きつけ、調査を行っている。戸川は、帰郷前に、山猫に、生体は$100、死体は$30などと懸賞金をかけ、竹富町長や八重山毎日新聞の協力を得て、西表島の掲示板などで告知した。なおこの時、大山猫にも生体には$200、死体には$100の懸賞金をかけている。この調査では、2体分の全身骨格、頭骨2つ、毛皮3枚などを持ち帰った。この毛皮のうち1枚は、大原中学校の学生らが捕獲した個体のもので、山猫のものと鑑定されたが、湯布島で手に入れたものは、標本が小さく鑑定は保留され、残りの石垣島で手に入れた1枚は家猫のものと鑑定された。1966年1月に中間川流域でイノシシ罠で捕獲された山猫の死体が琉球大学のコーラの元に送られているが、その後しばらくは捕獲されたという情報は入らなかった。1966年12月に中間川中流域で漁師である黒島博により、オスの成獣が生け捕られたが、これは直後に逃げられた。しかし、そのすぐ後に再び黒島が別のオスを捕獲した。同年1月15日には、中間山付近で、メスの若い個体が捕獲された。報奨金については、国立科学博物館の庭園の修繕費を回すことになったが、捕獲した漁師や地元の人々は1頭につき$1000から$3000ほどを期待していた。しかし、エーディン所長の説得により、日当及び礼金として予算内での謝礼金を支払っている。一方、時の竹富町長は、日本政府南方連絡事務所や琉球政府に掛け合い、天皇へ、この2頭の山猫を献上し、西表島の名を広めかつ、産業開発の促進をすることを目的に、那覇市へと渡った。と同時に、竹富町役場は、琉球政府から飼育許可を得ていることを理由に、国立科学博物館職員の手から山猫を取り上げ、役場へと持ち帰った。結局、都川の新聞社への働きかけや、今泉の文部省、当時を通じた琉球政府や、南方連絡事務所への働きかけにより、南方連絡事務所は天皇への献上手続きを拒否し、琉球政府は竹富町長を説得し、最終的に国立科学博物館へと運ばれることが決定した。この2頭は、1967年3月20日に、東京、羽田空港へと空輸された。翌日には、今泉義則宅にしばらく飼育され、発見者である戸川幸雄宅で国立科学博物館の委託を受け、約2年間飼育され、生態が観察された。その後、国立科学博物館に移され生態が観察され、オスは1973年4月25日に、メスは1975年12月13日に死亡した。オスの皮は仮剥製に、血は染色体研究用に、その他の体は、液浸標本に、メスは本剥製にされ、展示されている。1967年5月に発行された、哺乳類動物学雑誌の第3号、第4号で、猫科内でも、原始的な分類群であるメタイルルス属に近縁な、新属新種として、英文で発表された。旧属名メイローデズは、前半の、マヤは、生息地である、西表島での方言で猫を意味し、アイローデズは古代ギリシャ語で猫を意味する。エリオモテンシスは、西表のという意味である。和名は、今泉は発見者の戸川の名を取って、戸川山猫と名付けるよう提案したが、戸川はこれを辞退し、対馬山猫に倣い発見地の西表島の名前を取って、名付けるよう提案をし、コーラの賛成もあって、西表山猫と名付けられた。一般には、現地でヤマピカリアなどと呼ばれてきた猫科動物は、西表山猫であったと考えられている。しかし体長が、家猫の倍ほど、尾が約60センチメートルほどで、西表山猫とは、模様の違う大型の猫科動物が、現地の人によって幾度か目撃されている。この、大山猫は、ヤマピカリア、新城島、くんずまや、そない地区、東東や、古見地区などと呼ばれて、西表山猫や家猫、野良猫とは区別されてきた。1965年には戸川が地元漁師の話を受け、漁師が数ヶ月前にトラゲの大山猫を殺し、死体を捨てたという廃墟を調査している。10日前までは白骨化して、そこにあったというが、折からの雨により流出していた。その漁師は寸法を計測しており、肩高は大人の膝くらい、お長は、約60センチメートル、全長は、家猫の2倍ほどであり、西表山猫のようなヒョウ柄ではなく、緑がかったトラゲであったという。1982年6月2日の読売新聞には、ヤマピカリアの目撃談の記事があり、長年、イノシシ猟をしている漁師が、手動山にかけての山中で10回にわたり目撃しうち1回は、捕らえて食べているほか、子連れのヤマピカリアの目撃談も寄せられている。その後も目撃談は存在し、例えば2007年9月14日には、魚類の研究のために滞在中の秋吉英雄島根大学教授によって、西表山猫より大型で尾が長く、斑紋を持つ動物が、島内でも人跡稀な南西部の崎山半島で目撃されたことが伝えられている。一方、今泉は、地元漁師が保有していた大山猫とされる頭蓋骨を見分したところ、実際は家猫であったという。一般に体の大きさと行動圏の広さは比例し、体の大きさが大きいほど行動圏も広くなる。一般的に、イリオモテヤマネコの行動圏は 6.5 平方キロメートルほどであるが、目撃されているオオヤマネコの大きさから考えると、行動圏は約30平方キロメートルの行動圏が必要となり、面積が約290平方キロメートルの西表島には10頭弱のオオヤマネコしか生息できない計算となる。開発による生息地の破壊、犬による捕食、交通事故、イノシシ用の罠やカニ罠による混獲などにより、生息数は減少している。第二次調査、1982から84年における生息数は83から108匹で、第三次調査、1992から93年では99から110匹、第四次調査、2005から7年では100から109匹と推定されている。第3次調査時における推定個体数は第4次調査と同じ推定方法を用いると108から118匹とされ、個体数は減少していると考えられている。国際自然保護連合による保全状態の評価では、種ベンガルヤマネコはリースとコンサーン、軽度懸念に分類されている。一方で、亜種イリオモテヤマネコは当初はインダンジャード、絶滅危惧類類に分類されていたが、2008年の査定では、西表島でしか確認されていないことや個体数が減少を続けることなどから、クリティクリーインダンジャード、絶滅危惧類に分類されている。琉球政府、当時指定の天然記念物に指定されていた。沖縄の本土復帰に伴い、1972年5月15日に国指定の天然記念物に指定され、1977年3月15日に特別天然記念物、1994年に種の保存法により国内希少野生動植物種に指定された1月28日、政令交付3月1日施行。環境省のレッドリストでは当初は絶滅危惧類に分類していたが、2007年のレッドデータの見直しにより絶滅危惧類に再評価された。1977年にイギリスのエディンバラ公より当時の皇太子に宛ててイリオモテヤマネコの保護を訴える手紙が寄せられたが、この手紙の付属報告書、ライハウゼン博士によるものにこれ以上の移住日開墾の禁止提案などがあった。これに対し皇太子はイリオモテヤマネコの保護と地元住民の生活が両立できるような方法で保護活動が行われることが望ましいと答え、当時の首相である福田赳夫も鳥獣保護区の設置の検討を伝えた上で、エディンバラ公の日本の野生動物問題に関する関心に謝意を述べている。1972年に国立科学博物館がイリオモテヤマネコの生態調査の下見を、1973年11月には世界野生生物基金及び環境庁、当時が合同でイリオモテヤマネコの生態調査の予備調査を行い、1974年から環境庁による3年間のイリオモテヤマネコ生息状況等総合調査が行われた。その後も1982から84年に第2次調査、1992から93年に第3次調査、2005から7年に第4次調査が行われた。1979年に環境庁、当時がイリオモテヤマネコへの3年間の給餌作戦を開始し、幼獣生存率の上昇を図っている。しかし、このような給餌活動には批判的な意見もある。発見以来、様々な生態調査が行われており、現在もイリオモテヤマネコの生息状況を把握するため、自動撮影調査、ラジオテレメトリー調査、ウイルス感染の有無を確認する臨床病理調査、糞や食痕を確認する痕跡調査、住民や観光客の目撃情報を取りまとめる目撃情報調査などが行われている。イリオモテヤマネコの生息域の一部は1972年4月18日に西表政府立公園、同年5月15日の沖縄返還に伴い、西表国立公園となったに指定されたほか、1991年3月には 11,1584.67 ヘクタール、約 115.84 キロメートルの西表島森林生態系保護地域が設定され、地域内の自然環境保護が図られている。しかし、これらの保護区は、西表ヤマネコの生息地に適しているとされる標高200メートル以下の地域を十分には含んでいない。1995年には保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設である、西表野生生物保護センターが設置された。1972年の沖縄返還以来、本土資本による開発が進み、特に1977年の島を半周する、県道215号白浜速水線の全線開通以降、毎年数頭の西表ヤマネコが交通事故に遭っている。環境省や沖縄県、竹富町などにより、道路標識や動物用トンネル、ゼブラゾーン、ブリオ徒歩走、幅広側溝、片勾配側溝の設置などの保護対策が進められている。一方で、西表ヤマネコをはじめとする西表島の貴重な生態系を守る取り組み、例えば土地改良事業などの土地開発の制限などにことを唱える住民も少なくない。上記のような交通事故など、開発に伴う原生林の伐採、湿地の開発といった人間の手による自然環境の改変と並んで、飼い猫や野良猫との競合や伝染病の伝播、交雑による遺伝子汚染や犬による捕食などが懸念されている。特に懸念される要因は、飼い猫が野生化、半野生化した野良猫の存在であり、食物を奪い合う競合関係による圧迫、野良猫との接触による猫免疫不全ウイルス感染症、いわゆる猫エイズをはじめとする感染症、これまでのモニタリングでは検出されていないが、交雑による純血個体の減少が懸念されている。1999年6月に、野生生物保護センターなどによる飼い猫や野良猫50匹と西表ヤマネコ23匹を対象とした調査で、西表ヤマネコからは猫免疫不全ウイルス感染症の原因となる猫免疫不全ウイルス5は検出されなかったが、飼い猫や野良猫3匹から5が検出された。西表ヤマネコへの感染が懸念されたため、翌2001年に竹富町では飼い猫の登録を義務付ける猫使用条が制定され、さらに2008年6月には飼い猫のウイルス検査や予防接種、避妊、去勢手術、マイクロチップの埋め込みの義務化や飼育頭数の制限など厳しい内容に改正されている。さらに耳栓などから強い毒液を分泌するオオヒキガエルが島に入り込んでいることが判明し、西表島へのさらなる侵入や定着を防ぐために、2008年から石垣島で市民参加の駆除活動が行われていい。2010年7月30日に竹富町観光協会はデザインの公募を経て、当時古見小学校の6年生が応募したデザインを採用し、西表ヤマネコをモチーフとしたマスコットキャラクターを作成した。胸の模様には、竹富町に属する島が描かれている。名前も公募を経て、2010年8月31日に、石垣市在住の市民が応募した山ピカリャを参考にした名前である、ピカリャが採用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。